世界と比較して日本のデジタル化が遅れている原因は何だと考えるのか。まあ、総じて一言で言うと、今までの我が国の取り組みはですね、インフラは整備したものの、その利活用において、またその取り組みにおいて中途半端であったということだと思います。これをのまあアドバンテージとして最大化するために、今回のデジタル改革関連法案を提出させていただいているところでございます。まずデジタル三原則についてなんですが、いわゆるデジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッドワンストップと、まだまだこんな状況ですよと。ただこれをしっかりやるとですね、一つデジタルの光の部分で効果出るんじゃないかということで。もうこのデジタル三原則を国会でその成立させた時の IT 担当大臣も私でしたので、思うところがあります。この三原則通りに国のシステムがなっていないという問題もその感じていますし、結局今までの当たり前をやっぱり疑って作り直すということが必要だと。勧告権もお飾りの勧告権ではなく、実際本当に変えてもらうべきものは変える、そして予算の執行に関しても止めるべきものは止めていくと、強い意思を持っていなければおそらく大きく変えることができないんだろうと考えております。厚生労働省から、ここは不具合調査再発防止策検討チームの報告書が公表されております。どのような認識を持たれたか、あるいは今後の対応についてお伺いをいたします。今回の事案への対応を教訓として、デジタル庁の設置準備にも生かしていくと。アプリ等のその開発に関して言えば、リリースしてからが実は本番だということで、やっぱり契約の仕方も変えていかなければならないという、その運用の舞台を全部丸投げにしてしまったら、こういうこともうまくいかないだろう。やっぱり体制をどのようにして、こういう事案に取り組んでいくかということが非常に重要だと思っております。